施設のデータは一切ないけど、昔この辺りには学術都市の開発計画があったらしい。美術館なんかも建設されてたみたいだから、そいつを利用してるのかもしれないな。
この設備は一体。何かの製造ラインみたいだけど。なあ、運ばれてる箱みたいなの、さっきの輸送車の積み荷と似てないか。どうした、つぐみ。顔が真っ青だぞ。つぐみ、先ほど僕が持ってきたものと同じものが入っていたんですね。生首か。嘘、これ全部なんだこの場所は。この建物には怪異が閉じ込められていました。怪異の餌は人間の脳です。もしそうだとしたら、いや、そうだとしてもこの工場らしきところでは脳を加工しているように見える。怪異に与えるだけなら言いたくはないが、首ごと与えればいいのではないか。この匂い、どこから。確かにちょっと変な匂いするよね。ちょっと吸えたような、生臭いような。あのアンプルは。気持ち悪い。まさか嘘だろう。だってあれはスプリング製薬で。強化たちは負けなかったのね。これは一体何なんだ。答えにはたどり着いたんじゃないのかな。ここはスプリング製薬のセイラン工場。正確に言えばセイラン自治政府と共同で運営している怪異の研究所だ。そこに首を運んでいるわけですか、薬の材料として。シデン、心を乱さないで。今はユイトを仕留めることだけ考えるのよ。ちょっと待て、話を聞かせてくれ。おい、俺を殺そうとする理由も話してくれないどころか、こんな残酷な施設のことを隠そうとまでして。ルカ頼め。ここで行われてることを見ても何も感じないのか。カゼレもみんなも何考えてるんだよ。まだまだ行くぞ。もう一つ。やめろ。私、カズレのことはすごいなって思ってた。なのに、今のあなたはユリトの命を狙ったり、この施設のことを隠そうとしたり。ねえ、どうしちゃったの。ただのカズレらしかないよ。そうでしょ。何も知らないくせに勝手なこと。だったら教えろよ。俺たちが何も知らないのはそっちが何も話してくれないからだろ。こいつの身を守る。ドライブだ。まずい流れだね。まだ行きますよ。なんで。鍛えた甲斐がありましたね。諦めて。やめろ。倍にして返す。手段を選ばない。このままじゃ
おっと、なんで諦めて。ダメ。やめろ。無駄よ。まずいな。手段は選ばない。諦めて。どうぞユイト、覚悟。人間の生首を使って薬を作るなんて正気じゃない。それでもこの薬がなければナオミを助けられない。ナオミ、どういうことだ。ここは何のための施設なんだ。それは僕はもう我慢がならない。全部話すぞ。私が話す。嵐の話した通り、ここはスプリング製薬と提携した怪の研究所よ。ここに運ばれてくるのは死んだ人間の大脳。一部は捕獲した怪の脳に移植して怪兵器化され、残りは薬品に変えて怪の食料にしているの。ひどい。なあ、本当にセーランは大丈夫なのか。確かにニューヒムカは腑に落ちないことが多すぎる。政府の監視の目があらゆるところに向いていることも、情報の管理統制をしていることもおかしい。でも反乱を起こしたセーランだっておかしいじゃないか。人間の脳を怪異に移植したり薬にして流通させているなんて、こんなこと許していいのか。許しがたいことだね。うん、もちろんそうだろう。だがそれを容認するほどにまで追い込まれている人間がここにはいるのさ。兄さんのことですね。そして重ねもね。大切な人間を怪異に変えられた者はあの薬品にすがるんだ。あの薬を投与された人間由来の怪異は脳が安定し、一時的に正気を取り戻す。会話もできる。カレンにも怪異に変えられた家族がいるのか。家族ではないね。ルカやフブキから聞いていないかな。アリスさん。ユイト、また脳に負荷が。ユイト、超能力を使った反動か。また頭痛が。ユイト、大丈夫？一体どうしたっていうの？その苦しみ方、尋常じゃないわ。ユイトの脳に異常が出てるの。
超能力を使って脳に負担がかかると言語障害や記憶障害が出るようになって。もう大丈夫だ、痛みは収まった。しまった。お取り込み中のところ悪いが、ここは痛み分けとして引いてくれ。ほら急いで逃げないと怪異が来るぞ。僕たちも一旦引くぞ、重ね。それでいいな。ええ、ユイト、任務はここまでです。撤退しましょう。そうだな、急いでここを離れよう。吹雪連隊長への報告は渡るがやってくれるって。そうか、ごめん、俺がやらなきゃいけないことなのに気分が。何言ってんの、いいんだよそんなの。みんなユイトの気持ちわかるもん。うん、ユイトの痛みとか苦しみとか完全に分かってないのかもだけど、でもきっと私だって同じ状況ならアンプルを飲んでたと思う。だからってユイトの嫌悪感をどうにかできるわけじゃないのも分かってるんだけど。うん、大丈夫。薬は科学的な処理がされているはずですから、タンパク質やアミノ酸のサプリのようなものです。苦しいかもしれませんが、そう思って割り切った方がいい。だよな、分かってるんだけどなかなか割り切れなくて。辛いだろうが吐き出そうとするのだけはやめた方がいい。え、知ってたのか。アジトの外でその見えちゃったからごめんなさい。そうだよな、ごめん。もう胃の中に残ってないのは分かってたんだけど、それでもつい。いや、なんか癖になるといけないからな、こらえてくれ。うん、それに俺なんかより怪異にされたナオミの方がよっぽど辛いだろうと思うよ。怪異の姿になったことはもちろんだし、脳をその食べなきゃいけないんだとしたら、ナオミが今どこにいてどうなっているのかわからないけど、ナオミのことを考えたら俺はまだマシなんだ。ナオミがまだ頑張っているなら俺も乗り越えられる。ユイトが乗り越えたなら、いつかナオミに再会できた時、ユイトがナオミを支えてあげられますね。ああそうだよな、俺しっかりしなきゃな。ただあのアンプルのことをニューヒムカが知らずに仕入れているのか、知ってて黙認しているのかが気になる。もし全て知っているなら俺は自分の国を恨んでしまいそうだ。いや多分ニューヒムカは何もかも知ってるんじゃないかって思う。俺がただそれを認めたくないだけなんだきっと。ユイト、ごめんね。え、花火は病院とは関係ないだろ、謝るなよ。うん、でも謝りたいし、病院のことちゃんと調べて何とかしたいって思ってる。ユイトも花火も辛いところですね。ルカもな、カレンのことで苦しい立場だろう。つぐみだって見たくもないものを見せられている。皆それぞれ苦しいことがある。だが支え合っていけるはずだ、そうだろ。うん、
みんな心配かけてごめん。あとありがとう。たまにはルカとも話したいの。なんて声かければいいのかわかんないけど、とにかく。来てくれてありがとう、ユイト。